パン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 タンズです。パン。はい、今回の企画はフレッシュレス1万円企画。イエーイ。1万円企画やってきました。勢いよ。1万円、いや、ずっとやりたかったくない？いや、やりたかったし、なんかコメントで1万円企画やってほしいですってくださった方がいらっしゃって、もうこれやるしかない、やるしかないっていうことでね、やっていきたいと思います。我らがフレッシュです。フレッシュです、はい、待って、ショコラって氷なしがいい、氷なしがいいの、うん、はい、ということで、はい、出揃いました。イエーイ。これはマジで弱いお米が2人で食べれるじゃない、やばいよ。ということでね、はい、こちらレシートですね。ちょっとお量が多すぎたので、はい、2店舗に分けて買ってきたんですけど、はい、合計で11,130円です。ということで、しっかり1万円です。しっかり1万円でございます。バーガーは1,2,3,4,5,6,7,8、バーガー8個と、ホットドッグが2つと、チキンが4つと、ナゲットが2つとオニオンリングとポテトが1個ずつでございます、はい、で、飲み物が5つとスープが2つ。本当はサラダも頼みたかったんですけど、サラダ人気で食べれなかったので、ちょっと行きたいと思います。ということでね、まあ、はい、今はすごくお腹ペコペコペコなので、ペコペコ、ちょっと一緒に食べていきたいと思います。イエーイ。それでは食べていきましょう。どうしよう、何から行こう。チキンから食べよう。チキンから食べ同じの、いただきます。そっちもレッド、うん、やっぱレイン行きます。食べてる時暇だからさ、うん、ゲームする。あ、いいよ。何ゲームする？英語禁止ゲームだ。ゲームもダメだ、英語禁止遊び。え、この状態で、うん、めっちゃむずくない？やろうよ。いいよ。めっちゃ肉汁。え、言ったらどうするの？言ったらデコピン。言ったらデコピン、うん、最後に生産してデコピンってことですか？あ、部屋よ。いいよ。いつから？せーの、よーい、スタート。これすると喋れなくなるよね。うん、うん、おいしい。おいしい、ほんとに。まだまだいけるよ、やす。最初はね、そうかな、うん、ここのお店のさ、うん、ここのお店のチキン、あー鳥ってさ、うん、何食べやすくない？なんかさ、衣もこれもしてないからさ、うん、確かに、あんまり胸焼けしないよね。サクサク、結構軽い、美味しい、早い、うん、うん、なんかテーマ決めて話す。あー怖い。怪物で怪物出てきた。そんな声出るんだね、初めてした。めっちゃ悔しい。落ち着けよ。次はどうしようかな。このじゃがいも揚げたやつ食べようと思います。うん、おいしいけど、これ絶対お腹膨れるやつだよ。うん、アボカド。そうでしょ、本当にアボカドダメなの？なにこれ、緑の森のバター。これは緑の野菜と乳製品と肉を挟んだバターです。あしんどい。いただきます。めっちゃおい
美味しい。うまっ。久しぶりに食べたこの大きいサンドイッチ。バカ丸ね。小麦粉を練ったものと小麦粉を練ったものの間に挟んだやつ。鶏完食。はい、ごちそうさまでした。野菜の液体。なんか、うん、美味しい。乳製品が伸びる。オレンジの乳製品が伸びますね。うちも大きいバーガー食べたいな。豚のいいところ豚のいいとこと卵の卵と、アボカドレンチ。今オレンジの女の子が、みかん色の女の子が仲間に入った。うん、ここ、はいはい、あ、お腹いっぱいになってくる。ん？このバーガーやっぱ大きいね。うん、大きい。ボリュームがある。伸びる。完食。ナゲットが食べたい。はい。イエーイ。取り上げたやつ。美味しそう。うん。トマトのやつある。あー。さ、棒を挟んだやつ専門店でさ、真ん中のサイズのセットさ、真ん中のサイズ、真ん中の大きさの大きさのお供え全部食べられないもん。マジで？うん、少々カップとか。あ、イエーイ。アピールね。あの人怖い。絶対逃さないもん。絶対さ、このさ、うん、お飲み物つらいでしょ。カカオ。あ、甘い飲み物。全国共通だ。甘い飲み物だった。え、どうしよう、何食べよう。何食べよう。あー、鳥怖いよ。え、だってあのバーガー何個あるの。それは何ですか。これはとある国の郷土料理ですね。で、上に伸びる乳製品付き。うんうん、この後踊るのにやばい。うん、確実にリバースだった。だよね。これ勝ち確だな。うん、美味しい。ナゲット、あ、全部効いてる。うん。
ポンタンズ組織がかっこいい。ポンタンズ組織4人いるんですよ。俺は俺はだからね、もう無理ってなったらその組織の残りの2人が残りの2人ってめっちゃ下っ端みたいじゃん。めっちゃ下っ端みたいじゃんそれ。ナゲット感あっあああもう美味しい本当にこれ。しかもさ氷なしで頼んでさ、確かに普通店員さん多分さ本当はさあれだよね、でもうちもめんどくさくて意外と入れちゃうもういいやみたいな。でも今この状況だとちょっとありがたいわ。すごくすごく大変だこれは。大変だこれ。ヤスのチキン、圧勝ですねこれ。本当に辛い鶏完食。声の遠さ。かわいこぶるな。玉ねぎこんなにある、L あしなってるからきつい、めっちゃこれすぐいけるよ多分。これ、あったかいドッグ、ああアホだろ今の。あったかい犬、いただきます。犬って意味なのかな本当に。突然なんですけど、私、さっきも言った通りリハがありました。帰るのか貴様。あとはちょっとヤスちゃんにね任せていただきたいと思います。頑張って。帰っちゃったんだけど。お疲れ様でした。一人の食べ物いっぱいあるよ。食べることない。